三。なんだ。カトン、豪華級の術。俺のカトンが効かない。あちこちで、一体どうなってる。侵入者は一人じゃなかったのか。おかげさまに連絡に行く。九尾の情報は持っていないか。渦巻きナルトはどこだ。こいつも知らんか。私は情報部に連絡を。逃げろ。じゃなら大丈夫。ありがとうございます。手が倒れている。あの子がやってくれたようだ。行くぞイルカ。ああ。まさか。私たちにはおかげさまがいるでしょ。戦力およそ3個大隊。侵入者の目撃情報。刻意に朱色の雲模様。ついに来たか。非常事態警報を出せ。それからナルトを呼び戻せ。ダメです、外に出ちゃう。しかまる、これは一体ガツキが乗り込んできた。先生、ちょっと下がっていてもらえますか。たまれ。それより先生は地下通路を通って避難所へ。俺が途中まで警護する。もう一度聞く。渦巻きナルトはどこにいる。くたばれ。いえ、渦巻きナルトはこの里にいるのか。いいか。知らない。術を吸い取りやがる。ならば直接攻撃しかないな。これから木の葉にいる忍びや一般の者たちも含めて全員につけ。わかりました。何が何でもこの里は守る。おかげの名にかけて。九尾の人中力の居場所を吐け。さあ、言え。絵のような奴に何も話すつもりはない。派手に暴れて注意を引いて、肩や陰で捜索か。カカシさん、これで差しだ。ならばお前に聞く。キュービはどこだ。ここの人間はそこらの里とは違う。たとえ自分の命を落とすことになっても一人もいない。大切り。コピー忍者の畑かかし、あえて光栄だ。僕も一緒に。うん、行くぞ。
なんだ今の術は。なら、これならどうする。移り攻撃、忍術までも弾き返すのか。もう一人か。もらった。そうか、奴らの目をリンクした。こんな奴を6人も相手にしてたのか。ジライア様は友じゃないね。どうも。こいつの能力は、この体でできるとこまで。ライトン影分身。これで一匹はやれたな。こっちも準備はしてたんですけどね。トラップ影分身、あの時すでに。クラリオは大丈夫か。もうライトン影分身使っちゃったんで、チャクラ半分以上持っていかれてます。父ちゃん、来たよ。チンラ転生。そこ、何をしたんだ、奴は。全ての攻撃を弾いたんです。さっきのでみんなやられちゃったよ。全部攻撃弾かれるのに、どうやってやっつけるの。近づけんぞ。しかし、そこを狙うしかありませんね。なかなかいい動きをす。殺しておかなければ後々厄介になる。ダブル肉弾フェイサー。地面からの攻撃前にこの鎖を地中へ仕込んでいたの。カカシ先生、決めろカカシ。もう一人のペイン、まだ動けたのか。間に合え。動けないふりではなさそうだな。遅かったか。お前が影分身でないことは分かって、終わりだ。夏には近づく前に痛みを知れ。ここまでの被害とは。皆さん急ぎましょう。はい、早く。わかりました。急ぎましょう。急いで。父ちゃん、カカシ先生、僕をかばって。泣くのは後だ、長次。小手様へ報告してくれ。長座さんの犠牲を無駄にするな。しつこい奴らだ。くそ、また。今までありがとう。走れ、長次。チャクラを使い切ることになる。俺の命は。そうか、武術でやり過ごしていたというわけか。カカシか。こんなところにいたんだ。カツイはすでに里の者たちほぼ全てについた。敵の一人の能力が割れました。うん、聞こう。引き寄せの術。なんだ。私たちが食い止めます。ライトン、地中縛り。落とし蓋。こいつ、
頭が増えてやがる。どうやら特別な口寄せだな。口寄せの術。ここか。強力な口寄せです。皆さん気をつけてください。何です？あれは死体だった。ひのいちさん、私たちでペインの正体を暴くんです。イノ、よく聞け。暗号部のところへ移動するぞ。行くぞ。少しは喋ってみたらどうだ。お前がその気なら自ら喋りたくなるようにしてやろう。コンビネーション B 承知。ライト支柱縛り。せてやみつを喋ってもらう。ペイ、いい名だ。そが最も信用できるコミュニケーションだ。お前の痛みを俺にも感じさせろ。痛みは嘘をつかない。痛みの中で俺たちは平等だ。さあこいつ痛みなど感じていない。それにこの冷たさ、わかるはずもない。口寄せの術。ありえん。里のピンチを俺たちで救うぞ。これ、せっかく僕たち、あんなやつナルト兄ちゃんから教わった真実で一発だ。真実でしょ。違う。ない人たちを避難させるのか。これ行ってみるんだな。これ気をつけてね、このハマルちゃん。どこにいるんだ。大丈夫か。しっかりするんだ。これ僕もこんなひどいこと。ありがとう。もう大丈夫だぞ。これもう殺した一味暁。里にいるのかいないのか。弾を売るような真似はしない。俺の質問に答えなければ次はない。俺は何も知らない。さっさと失せろ。お前の方は本当に知らなかったようだな。とにかくここから逃げなきゃ。やばい、やべえ。好き勝手やってくれたようですね。あなたのような下道は。エビ先生、地に逃げるのです、このハマル君。どこを見ているのです。この程度で私はやられはしませんぞ。エビ先生、な
ハマル君の逃げる時間を稼がなくては。どうしたら。逃げたようですね。渦巻ナルトはこの里にいるのかいないているならどちらかはっきり答えろ。なら居場所を言え。ナルト君は私の教え子が彼のことを。貴様、くだらぬ話を長々と。出なければ殺す。ナルト君は木の葉の仲間です。あなたたち暁に何も教えるつもりはありません。ナルト兄ちゃん、どうやらここまでのようですね。このハマル君はうまく逃げられたでしょうか。死ね。俺が相手だ。これ、こんなところで命を粗末にしてはなりません。約束したんだ。これだから俺は逃げ道なんか選ばねえ。早い。里にいるのかいないのか。さあ答えろ。だ、分かってきたぞ。そんなの知らねえよ。これ、うわ、このハマル君。あら、判決。影分身、チャクラの回転、威力、とどめるを極めた。ラケンガン。サルトビ名はこのハマル。覚えとけ。これガツーだ。上だ。分かってる。ヌたちの護衛に向かった花の分まで働いてもらうからね。おう、全力で駆除するぞ。お腹減った。どうなさったんですか、ガイ先生。鳥たちがやけに里側から飛んできてるとは思わない。行くぞ、みんな。もう後ろ。鼻に6つ、耳に7つのピアス。こいつか。3人も今やあなただけだ。あなたと話がしたい。神分身か。この匂い、離れろ。しろ。本体にはすでに水が染み込ませてあるのか。強いぞこいつは。お前は確かおときのガキ。覚えていたようだ。渦巻きナルト、キュービはどこだ。さあね。今さらキュービをかばったところで。やはりお前たちの狙いはナルト。いきに争いが始まる。我々の力も分かったはずだ。木陰をなめるな。お前たちの平和が我々への暴力なのだ。神からの最後の警告だ。ナルトの居場所を言え。言え。それだけのこと。それにお前は一つ、あの忍びがナルトをかばいきれると思っているなら、それは違う。ナルトは強いぞ。迂闊に動くな。この女は死ぬぞ。妙木座。どうやらここには妙木座。何？聞いたのか。どうやらここにいても無駄なようだな。どうしてそれを。しずめさん。痛みを知れ。待て、ヘイン。痛みを知れ。どういうことでしょう。奴らがただ引いたとは。ヘイン、とにかく大規模なことだ。あれは木の葉の方向。姫様、遠心水を取ってまいりました。ヘイン、
何をするつもりだ。魔術はあなたの命を縮めることになる。この痛みを忘れない。ここより世界に痛みを。口寄せの術。